皆様こんばんは、しゃべくり松代、第118回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から雪が降っておりました。日中ですね、暖かくなりまして太陽さんも出てきましてですね、その雪もだいぶ溶けました。今日は今晩ですね、穏やかな夜でございます。今日のパーソナリティは三田が担当いたします。よろしくお願いいたします。今日の、ね、ゲストをご紹介いたします。真っ白で15周年を迎えた池田正夫美術館の、学芸員のお二人なんですが、私の隣から学芸員の中尾美穂さん、よろしくお願いいたします。それから山岸あずみさん、よろしくお願いいたします。池田正夫美術館がですね、真っ白に開館して15周年を迎えたということをお聞きしました。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。池田正夫美術館ができて、まあ、15周年を迎えたんですが、一応まあ池田正夫さんの美術館のですね、地図ですね、場所がどこら辺にあるかというのをちょっとご案内したいと思います。これちょっと見ていただければと思いますけどね。こちら長野インターですね。長野インターから、車でですね約5分ぐらいのところに、真っ白城の入り口の近くにございますね、池田正夫美術館。その隣が竹風堂真っ白店っていう形になっておりますですね。そんなところにございます。その内容的なものですね、美術館の外側のあれをちょっと見ていただきたいと思いますけど、はい、これはずっと下を追っていっていただくんですけど、なんかちょっと止めていただいていいですか。あそこの何ですかね、この上の右側の石みたいのありますよね、はい、石柱みたい、あれは何なんですかね。この美術館が、はい、あの松代城のお城の後に遺構に建てられているので、はい、その遺構の位置を示す、はい、あの石柱なんです。ああそうなんですか、はい、はい、あのその下のあれは何なんですかね。なんか以来赤く染まってるような感じのあるんで、はい、これは庭に植えられているモミジなんですが、紅葉の時期になると真っ赤になります。はい、あの美術館の中の中庭にですか、はい、敷地内の苔、です。ああそうなんですか、はい、この下に上がってくると、はい、まあ、いろんなもの並んではいますけど、はい、展示室の入り口のロビーですとか、はい、展示室内ですね、はい、このような感じになっております。はい、じゃあ今度はこれ、まあ、中のあれですね、室内をちょっと見ていただいて、はい、はい、これも作品の展示室ですね。なるほどね。今の展示を紹介しています。今なんかこの右側に足が出てて首がなくてっていうのはこれはどういうあれなんですか。はい、これは松尾さんと何か関係あるんですか。左の写真と右の写真が一対なんですけれども、あの実は、松代に現代フェスティバルというあの毎年やっている催し物があるんですけれど、はい、あの無学校でやってるやつですね。そうです、はいはいはい、その現代美術展に出品している作家の、はい、方の、はい、イベントを昨年、秋に行いまして、あ、そうなんです。その時の、 あの、うん、衣装をつけた、うん、あのダンサーの方の、写真でした。うん、なんかちょっと池田正夫ちょっと面白いあれだなと思ったんですけどね。もめている感じ。この下の写真は何ですか。はい、向かって左が、はい、バイオリニスト の、 あの池田さんの、うん、パートナーだった佐藤陽子さんのコンサートをギャラリーで開いた時のものです。うん、右側は地元の小学校の皆さんが来てくれた時の写真です。うん、なるほど、なんかバンザイやってるような感じ。これは、絵を見る前の準備体操をしました。あ、そう、子供さんなり絵を見るのに準備体操やらせるの。そういうものをちょっと考案してみました。まあ、要は楽しませるって感じ。はい、そうですね。なるほどね、わかりました。まあ、こういう作品も並べられてるっていう形ですね。はい、で、まあ、あと池田正夫さんのですね、この経歴って言えばおかしいですけど、これもちょっとあれですね、聞かせていただければいいけど、まあ版画家でもあるっていうので、じゃあ版画ですね、ちょっと何かあれば見せていただける。こちらですね、はい、空が大きくあって、はい、女性が2人、はい、
いるちょっと不思議な作品ですね。空に馬がいるみたいな、ね、馬もありますし、はい、人物がひっくり返っていましたり、ね、なんか面白いあれですね、はい、それとれは、はい、どうぞどうぞ。から、うん、陶芸の作品だと思う、ね、これが陶芸ね、はい、はい、もうちょっと控えていい、はい、これは何と、これは何、これも、これはブロンズという、まあ、あの金属でできているんですけれども、はい、こういうやはり彫刻ですね、レ、ね、リーフのようなものです。あ、そうです、ね、あと画家とかって言ったら何、画家、これ寺田正雄さんがまだ20代30代の無名時代に描いた作品です。あ、そうなんですか。これも展示はしてるんですか。常時ではないんですが、うん、あの時々、公開します。あ、そうなんですか、はい、こちらの作品は当館は持ってないんですけれども。あ、なるほど、ね、今先に見ていただいたものは当館の所蔵品です、うん、あ、そうですか。あとは何、作家でもあるとかっていうので、はい、こちらは、芥川賞を受賞したエーゲ海に捧ぐという、うん、はい、ご自身の小説の本ですね、うん、あ、その人にもなんか映画化してるっていうから、まあ、映画監督もやってるっておっしゃってたね、はい、この同じ作品の映画監督をされました、はいはい、あ、やってますね、うん、あとはあのなんかエッセイストもやってるって、はい、はい、これでね、男の手料理、はい、これ池田正雄さんのあれですね、はい、両方ともエッセイです。ああ、なるほどね。そのなんか男の料理のなんかあの面白い話ってなどういうあれでした。あの、もともと池田正雄さんは、うん、あの料理もお好きで、はい、餃子なども美味しく作られるんですが、ね、このエッセイの中には、はい、手抜き料理の数々が収められています、はい、卵かけご飯をコロンブス丼と称して、ええ、紹介されていたりと、ええ、いうようなエッセンス。それはもう我々のもね、いろんなのできちゃう話でね。それはそのちょっと意外なネーミングが面白いというのか。これは、ね、それは池田正雄美術館には売ってるんですか。これは、はい、こちらの、あの本は、うん、ショップで購入いただけます、うん、あ、そうですか。あとあれですかね、その、あ、そうで、映画監督もあるって言ってましたね。はい。あ、そうか、先ほど言いましたね、映画監督でね、そうですね。はい。はい、これは、まあ、池田正雄さんのご本人の顔っていうやつですね。これ何歳ぐらいのあれなんですかね。50代ぐらいだと思いますけれども。あ、そうですか。これ普通だったらちゃんとした顔で写るんだけど、ものすごい笑顔、はい、笑顔の素敵な写真です。あとこれあれですかね、その美術館のコンセプトっていうのは何になるんですか。はい、あの当館は15年前にオープンしたんですけれども、はい、うん、池田正雄さんがそのオープン直前に亡くなられてしまいました、うん、ですので、会館を遺作展として、うん、オープンしなければいけなかったんですが、ね、逆にあのそれ以来池田正雄さんのこう過去の業績をいろいろな形で紹介していく美術館として機能していけたらと思っています、うんうん、なるほどね。これあれですかね、この今どのような関係でこの真っ白にっていうのがあったんですか、はい、よくあの聞きになられる方が多い質問なんですけれども、あのちょうど、開館の準備期間の時には、はい、ここの松代の近くに、松代インターができる、はいはい、それから、長野オリンピックの招致機器でもありました、うん、ですのでぜひこの松代を観光地として、うん、その一角に美術館もという、コンセプトで、うん、こちらの松代も、近くにできたわけです。あ、なるほどね。これできるまで開館までってどのくらい時間かかってるんですか。実際には2年ぐらい準備期間があったと聞いています。あ、なるほどね。
これでも美術館の中のこの展示物っていうのはいろいろとあるんでしょうけど、何点くらいあるんですか？数え方にもよるんですけれども、約1800でございます。大きいのから小さいのからって言うんで、はい、大きいのってどのくらい大きさあるんですか？こちらに写真があるんですけれども、はい、こちらの作品で、はい、縦は1メートルで、はい、横は4メートル超ある大作です。これが一番大きい作品ですね。これは1枚さーっとこういうなってるんですね、なんか額みたいなのが入ってるの？はい、額装してありますけれども、2枚が、こうつながって1枚の作品になっています。実はこれは松代からも近い、榊町というところに版画工房がありまして、そこにいらして池田正夫さんが作って、刷られた版画作品です。ああ、そうなんですか。あんまりこう見てどういう絵なんですよねっていう私もあんまりよくわかんないけども、はい、まあ、芸術って言ってしまえば、はい、これで済んじゃうかもしれないんですけどねなるほどね、わかりました。あとじゃあその今ほんと小さいやつって何になるんですか？こちらも写真も小さくなってしまうんですけれども、はい、こちらが豆本と呼ばれるもので、幅が9センチほどしかない本ですね。今の展示の企画展でも展示されてるんですけれども、うん、あ、そうなんですか。はい、本ですね。あ、これ中はなんか池田さんが描いたようなあれなんですか？はい、池田正夫さんと、はい、当時交友のあった方と その交友録を、収めてあります。文章が入っています。あ、そうですか。これなりただ開けてみるってわけにはいかないんだよね。そうですね。そうだね、上から見るってことですね。それ内容的なものは書いてある。紹介だけ、ね、してあります。あ、そうです、はい、お見せしたいんですけれども、はい、なかなか貴重で。あ、なるほどね、はい、であれですかね、展示のこれ入れ替えっていうのあるんですけど、年に何回ぐらいあるんですか？展示替えは、年に約2回行っております。ね、はい、これはあれですかね、今やっぱりお二人今やってるんだけど仕事は楽しいですか苦しいですか引きこもも両方あります。はい、苦しいことも数限りなくありますけれども、まあ、お客様が、はい、いらして楽しいと言ってくださると、私たちも、ほっと乗せる、はい、胸をなで下ろします。なるほどね。じゃああれですね、このサインを捨てばおかしいですけども、今展示は何をやってられるのかっていうんで、ちょっとこれね借りてきてやつをこれ見てみます。ただいま当館では、はい、池田正夫ライブラリーという展覧会を、はい、開催しております。はい、こちらは池田正夫さんは本の装丁にも関わった方で、かなり多くの本を装丁しているので、そちらの本を実際に館内で表紙をご覧いただくことができます。はい、こちらの他にも、こちらなんですけれども、はい、海外の作家の方の本もこういうようにカバーをデザインしていたりですとか、はい、いろんな方のものをやっているので、数々のバラエティに富んだ表紙が見れるので、はい、面白く見ていただけると思います。あ、そうですか。はい、まあ、当然写真は撮っちゃいけませんよね。はい、はい、うん、でこちらなんですけれども、はい、子ども用の簡単なガイドを館内に設置しておりまして、池田正夫さんを全然知らないという方や、はい、全然美術館っていうところにあんまり来たことない方でも、どうやって見るかっていうヒントが少し、こちらで書かせてもらってますので、こちら見ていただくことによって、展示室に入ってどうやって見ればいいかも分かっていただけると思います。これそうするともう見学者がまあ来て、あれですかね、中尾さんだとか山井さんいるときにちょっと説明してくれませんかって言ったときは、はい、できる限り、説明してさせていただいて。あ、そうなんですか。はい、じゃあそれはちょっと楽しみにしてますね。あとだけどあれですね、その池田正夫さんとこれも何のあれですか？これは最近館内ガイドの一つとして作ったものなんですけれども、版画家の方に文章を書いていただいて、内容は池田正夫さんとの思い出の話なんですが、こういったものをご覧い
ただきながら、また作品の、内容を知る手がかりにもなるかなと思いまして、このようなものを作ってみています。そうですか、わかりました。あれですね、今日こういう池田正夫美術館さんのこういうイベントも最終的に見ていただくような形でですね、ちょっと今いろんなとこ発信してるので、ちょっと PR じゃないですけども、ぜひまた真っ白にも来ていただいてですね、歴史ある真っ白の他に現代アートっていうかそういうのも一緒に見ていただければいいなというふうに思いますね。で、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。さて皆さん、はい、来週のチャブクルマッシュロ、皆さん、パーソナリティ私じゃないでしょう。私です。そうです。あ、私、はい、すいません、私でした。来週はどんな話をするんですか。マッシュロのね、はい、あのマンドリンガソダナ皆さんおいでいただいて、はい、ユニークなねこの方、ガソダナなんですよ。通常はですね、マンドリンっていうと、そのギターとかね、中心になってこのマンドリンを演奏するんですが、松代のガソーダの皆さんは、ピアノとそれからチェロ中心にその、マンドリンをね演奏するんですよ。いやだからね、ここで持ちでやるの？そうなんですよ。ピアノまで？あ、ちょっとピアノはねダメなんですけども、ギターとかですね、マンドリン、マンドラとかね、いろいろな楽器を持ってきていただいて、こちらの方でね、春ですからね、春にちなんだ、春にふさわしい曲をやるんです。4日というとあれ立春から、ですよね。だからやっぱね、そのような曲をやっていただくってことでね、これ楽しみなんですよ。団員の皆さんね、全員でね40人もいらっしゃるんですよ。で、代表は大久保由紀夫さんって方なんですけども、その他に5名さん、そうですね、5名、大久保さん入れてね、6名の方がおいでいただいて、そっちでね、演奏をしていただくということなんですよ。そうですか、楽しみですよ。楽しみだね。安田さん歌っちゃダメよ。あ、そうですね、私ね、いつもカラオケ歌ってますからね、歌っちゃうかもしれない、それやめちゃうけど、そうだね、じゃあやっぱり歌はやめますね。はい、それでは来週のしゃべくりマッシュロ、どうぞお楽しみに。